パリ五輪リは11日、スタッド・ド・フランスで閉会式が行われ、17日間にわたる大会のフィナーレを迎えた。開会式も壮大な演出がなされて話題になったが、この日は米国の大物俳優トム・クルーズが登場。華やかな舞台に花を添えた、ロサンゼルスのカレンバス市長がオリンピック旗を受け取り、アメリカ国歌が演奏された後だった。ショーの中で、スタンドの屋根の上に現れた。 ワイヤーアクションで一気に地上へジャケット姿でアスリートが作る花道を通過したオリンピック機を受け取って移動バイクに旗を差しそのままスタジアムを去っていったここからムービーに切り替わりパリの街を疾走ジェット機にバイクのまま乗り込み上空からスカイダイビングパラシュートで降り立った場所はなんとハリウッドだった大物ハリウッドスターとして会場を席巻 今大会は多くの競技を観戦する姿が目撃されていた。X 上の日本人ファンは、伏線回収来た、期待を裏切らない、とスーパースターの登場に納得の声、まさかのアクション、地上スレスレで止まるプレー、らしい登場、ワイヤーアクション慣れすぎ、天井から登場と大興奮だった。